天敵を打て、巨人は15日の阪神戦、東京ドームで、来日2年目右腕のジェレミー・ビーズリー投手に6回5アンダム失点に封じられ、0対2で敗れた。ビーズリーには5月25日の試合、甲子園でも6回を3アンダム失点に抑えられており、今季2戦2敗で12イニング無得点。昨季、先発1、救援2を含めると、 通算18回3分の2で1点も取れていない。なすすべもなく敗れたわけではない。安倍晋之助監督は試合後、今日はちょっと、俺が出した作戦があって、俺が責任をかぶると言ってやりましたが、見事に失敗しました。失礼しましたと頭を垂れた。作戦上のことだけに多くは語らなかったが、狙い球に工夫があったようだ。それでも攻略できなかった。 この日もビーズリーは最速151キロのストレートにスライダー、カットボール、スプリットなど多彩な変化球を交えて回答。巨人は4回西から1・2塁の好機を作るも、佐々木俊介外野手がカウント1対2で外角低めのスプリットを振らされ三振に倒れた。第1、第2打席でビーズリーのストレートを捉え、連続安打を放っていた丸吉弘外野手も、 5回の第3打席ではカウント1月2日から、やはり外角低めのスプリットで空振り三振に仕留められた。二岡智博ヘッド兼打撃チーフコーチは、今日に関しては、もったいないボンダもあって、うまく対応できていれば、というところでした。作戦的なことは詳しく言えませんが、特定の球種を狙ったバッターもいましたが、狙ってもなかなかうまくいかなかった、と語り、 次回対戦へ向けて選手と話しながらやっていかないといけないと表情を引き締めたビーズリーに対してピカイチの当たりを放ったのは5番1塁で出場した大城匠捕手だった第1打席は見逃し三振第2打席は三者比に倒れていたが6回に失走者なしでの第3打席でカウント1ゼロから真ん中低めの145キロのストレートを引っ張り 痛烈に1塁塁を破って2塁だとした。大城拓は初球がボールだったので2玉目はストライクゾーン内に来たら積極的に打っていこうという感じでいきましたと説明ビーズリーとの前回対戦では2軍調整中で不在だったがこの日の印象を全ての球種でストライクを取れていろいろな球種をいろいろなカウントでまんべんなく投げてくる感じ的を絞りづらかったですと表現した 大混戦のセ・リーグはついに、首位、巨人から4位、阪神まで0.5ゲーム差。勝負の救援明けへ向けて、これ以上ビーズリーの思い通りにやられるわけにはいかない。安部監督は、ずっと同じやられ方をしてしまっている。なんとか、また違う策を考えてきますとリベンジを誓った。見るのも嫌な存在、で終わらせるわけにはいかない。